子どもたちも武雄市の子どもたちももっとたくさんの本を読むことができるようになります。以上です。よろしくお願いします。ただいまの提案について市長の発言を求めます。平田市長。これ知っとる？ iPad、 iPad というもんね。これはゲームもできれば、本も読める、それでいろんなことができる魔法の道具なんですね。で、実はこの中に、少なくとも本が1万冊以上入れられます。1万冊以上ね。で、しかも24時間365日皆さんたちが好きな時に読めます。もうすごかですよ。見える？見えるね。ほらページがこう、あれ？ちょっとあんまおじさんうまくないね。固まりました。でも本物です。それでちょっとですね、これを、どういうふうにしたいかというと、確かに先ほどなるほどなって思ったのは、その本の中でこう選ぶ楽しさっていうのはなかなか声ではできんかもしれないですけれども、ただこれはそのいろんな時にいろんなところでこう読める、うん、で、私自身も小学校6年生の時に私は朝日小学校やったですもんね。朝日小学校に移動図書館の清田です。その時にですね、たまたま夏目漱石の我が輩は猫であるっていう本のあったとですね、我が輩は猫であるって。で、あの本がこうあったけんがこう借りて読んだらものすごく面白くて、そこから本好きになりました。今でも月に直せば多分30冊から50冊読んでいます、本を今でも。で、それはその小学校の時に読書に親しむという意味では、その若き小学校は僕は素晴らしいと思いますね。ですので、これを、図書館をこの中に入れ込みます。信じられんでしょ。1万冊。ね。入れ込んで、その中で皆さんたちが好きな時に好きなように見れるようにしたいっていうふうに思っていますので、この予算を、調査。これ本当に、できるのかできないか。難しい言葉で言うと、著作権っていう、権利があります。で、こういう、ことを調べるための調査費を、今度の9月の大人議会で提案をします。あ、こう笑いが取れるとこだったんですけど、ごめんね。9月の議会で提案をして、皆さんたちの、ね、そこに座られている議員さんたちと議論をして、で、そこで本当にこれをやろうという提案をします。で、できれば1月から、来年の1月から、100冊ぐらいここの中に入れ込んでいって、試験的にこうしていく。で、その時に皆さんたちにもぜひね、見てもらうようにこうしていきたい。で、これは動画もできれば、もういろんなことができるんですね。ですので、そういうことをしていきたいと思いますし、そしてこの iPad を各小学校にね、まあ、全員分とは言いませんけれども、徐々に配布をしていきたいというふうに思っています。で、ぜひですね、声でこう読みたいという声をですね、また上げてもらって、で、もちろんその紙で読む本、これ素晴らしいことです。それと、もう一つ皆さんたちは、もう未来のにつながる世代です。ですので、私たちおじさんの時はね、紙の本しかなかったね、浦郷教育長さんね。なかった。皆さんたちはこの電子、ね、電子のその素晴らしいその未来が開いていますので、ぜひこの二つ、紙の、本と、こういう電子のこう本とね、する素晴らしい時代に君たちは生まれてきてますので、そういうことを武雄市としては、日本で一番、強く、進めていきたいと思っています。楽しみやろ。はい。2秒遅れましたけど、答弁を終わらせていただきます。楽しみにしておいてください。ただいまの市長の発言について何かありませんか。はい、議長。4番若木小学校。分かりやすく説明しただけありしてくださってありがとうございました。とてもいい勉強になりました。ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。
以上で4番若木小学校の質問を終了させていただきます。お疲れ様でした。自席へ戻ってください。椅子には背もたれがついてるんでこうやって構いませんので肩と力を抜きましょう。続きまして5番北方小学校西原浩太議員大曲美久議員両名の登壇を許可いたします。はい、以上。私たちは北方小学校6年の大曲美久と西原浩太です。今から北方小学校の質問を行います。6年生の国語の授業でイースター島にはなぜ森林がないのかということについて学びました。イースター島には祖先を敬う文化がありモアイ像を制作していました。しかし大きな石を運ぶコロを作るために多くの木を切り倒したことで森林が破壊されてしまいました。そのため深刻な食料不足に陥り村同士の争いが絶えず人口が減少してしまったそうです。そのまとめで筆者の鷲谷泉さんは人類の存続は祖先を敬うだけではなく子孫に思いを巡らす文化を築けるかどうかにかかっていると書いていました。この学習をしたことでそれでは私たちの周りの環境はどうなっているのだろうということが気になりました。だから僕たちは身近な自然環境、特に川の環境を守るために EM 菌を使った活動を始めました。 EM 菌は匂い消しや汚れ落としなどさまざまな効力を持っていることを学びました。そこで地域の方々に教えていただき EM 団子を作って川に流したり活性液を学校のトイレに流したりしています。武雄市では未来の子どもたちのためにどのような自然環境を守る取り組みをされているのでしょうか。また私たちが取り組んでいる活動のほかにも僕たちができる自然環境を守る方法がありましたら教えてください。以上です。よろしくお願いします。ただいまの質問について答弁を求めます。森まちづくり部長。ただいまのご質問、自然環境を守るために武雄市ではどのような取り組みがなされているかということでございますけれども、一つ目に、川の水が汚れていないか、定期的に、これ松浦川水系、六角川水系ありますけれども、数箇所において川の水の定期検査を行っているところでございます。また、汚れた水がそのまま川に流れないように、下水道を作ったり、家の水をきれいにする浄化槽をつけたりするための補助金を市の方で出したりしております。また、ごみなどを減らすために、ごみをきちんと分けて出してもらう決まりを作って、そのことを市民の皆さんにお知らせをしたりしております。それと、太陽の光で発電することを広めるために、太陽光の発電装置を家の屋根につけたりされておりますけれども、その事業に対して補助金を出したりしております。それと今後の守るためにどのような方法があるかということでございますけれども、一つ目に先ほど申しましたようにゴミを減らすためにはまず使えるものをすぐ捨てない、食事は残さないで食べる、買い物の時にレジ袋とは受け取らないなどを行ってみてください。そしてもう一つですけれども、電気やガスの使う量を減らすためにはテレビやゲームの時間、長い時間をしない、使っていない部屋の明かりなどを消す、夜はなるべく早く寝る、お風呂は家族が続けて入るなど行ってみてはどうかと思います。そして大人になった時も環境を守るという気持ちをぜひ持ち続けてもらいたいと思います。以上です。未来の竹雄市づくりのための提案を求めます。はい、
上。5番北方小学校。春になると麦を刈り入れた後を燃やしたり、植木や除草作業のために入れた枯れた植物をただ燃やしているので、大量の CO2 が大気に吸い込まれています。そこでそれらの植物などを集める手段や方法を考え、ただ燃やすだけではなく、エネルギー源として利用する方法を検討してはどうでしょうか。例えばグリーンセンターで燃やすときに、その熱を利用して電気を作り、それを生活に利用するようなことはできないのでしょうか。また除草作業などで出た植物を集めて肥料に作り直すための施設が地域にできれば、花壇や畑に利用できるのではないかと考えます。以上で北方小学校の提案を終了します。ただいまの提案について市長の発言を求めます。北方市長。いい提案だと思います。確かにこう燃えてるのを見ると、ああ二酸化炭素出よねっていうのは思うんですよね。でそれで、私たちが今どういう、取り組みをしているかというと、やっぱりこれは私たち、市役所の職員議員さんたちだけじゃ無理で、やっぱり皆さんたちのこう力を借りたいんですね。どういうことかというと、この中で、お二人ゴミを、見ない日ってあります？生ゴミ、生ゴミを見ない日ってある？毎日見るよね。毎日見る。でその生ゴミを例えばもうすぐね出すとじゃなくて、今武雄市が、市役所が補助をして、このゴミに熱をしてね、それを堆肥化をするように乾燥して堆肥化にこうつながるような、あれなんていうんですかね、生、そうです、日本語で生ゴミ処理機ね。ちょっと今日緊張してね、ちょっと今日は勝手がちょっと違ってですね、傍聴席もいっぱいおらすしね、市民病院の時思い出しますけど、あの生ゴミのね、生ゴミの、そのなんていうんですかね、そこにその補助をこう出していて、でそれがやっぱごめんなさい、なかなか我々がその宣伝が下手で進まないっていうのがこうあってですね、ぜひそういったのをお父さんお母さんにこう進めてほしかったですね。そうするとゴミがあの減る、あの外に出るのが減るのと同時に、さっき言ったように例えば畑だったり、あのいろんな観葉植物にこうだあの肥料としてこう出すということがありますので、よくその皆さんたちのお父さんお母さんと、これは私たちでこう共同してね、あのその生活の場からこう進めていくと、そうするとゴミの量が減ったときに阿賀もやさんでよかわことなわけですね。ですので、それをしたい。それともう一つが、あの先ほどその麦わらであるとかいろんなことを燃やさずにこう堆肥化というのはバイオマスと言います。バイオマス、ただバイオマス化はものすごく実はそこに至るまでお金がかかるんですね。お金が皆さんたちのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんがあの払っていただく税金がそこにあのどんどん振り向けられるということになると、もう少しちょっといろんな研究を今私たちはあの見ていますので、その値段のこう下がったときにこうどんと進めていければいいなというふうに思っています。あの決してしないわけじゃありませんけれども、物事にはあのタイミングっていうのがあります。一番あの効果的にそのいろんな仕事をあの行うにしても、そのタイミングっていうのがありますので、それはぜひですね、先ほど あの意見を踏まえてしっかりと取り組んでいきたいなというふうに思っております。これまた貴重なご指摘ご意見をいただきありがとうございました。ただいまの市長の発言について何かございませんか。はい、議長。5番北方小学校。市長さんが言ったことをぜひ実現したいと思います。これからの武雄市のまちづくりにどうぞ生かしてください。以上です。ありがとうございました。以上で5番北方小学校の質問を終了させていただきます。お疲れ様でした。席へ戻ってください。続きまして6番三船ヶ丘小学校、奥内健太議員、津田陽子議員両名の登壇を許可いたします。はい、議長。
僕たちは三船ヶ丘小学校の奥内健太と津田陽子です。今から三船ヶ丘小学校の質問を始めます。私たちは今夏休み中です。この夏休み中に竹雄町には大きな祭りがないように思います。そこで竹雄町にどのような祭りがあるか調べてみました。主なものはこれです。私も春祭りや竹雄くんちは楽しみです。やはり出店がたくさん出ていてウキウキするからです。梅ランドやホタル祭りも楽しいです。なぜなら私たちが参加できるゲームなどがあるからです。このように楽しいお祭りもたくさんあります。ただ夏に大きなお祭り、そして花火大会がないのは残念です。以前は竹雄